すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、山形シリーズ第2弾はこちらです。どん。 JR 湯沢駅から徒歩10分くらいのところにありますけんちゃんラーメン湯沢店さんにお邪魔してます。前に山形に来た時に山形市内のけんちゃんラーメンには行きまして、めっちゃ印象に残ってるお店だったのでずっとまた行きたいなと思ってたんですけども、今回ねようやくそれが叶いましたということで、早速すすりに行きましょう。レッツゴー。さあ、けんちゃんラーメン湯沢店さん、注文制です。いろいろ合理的なお好みを選べるということで、中華そば普通を濃い口油っぽく身入りでお願いしました。湯沢ということで、10銀やルナティックのことを考えながら待ってるだー。こちらがけんちゃんラーメン湯沢店さんの中華そば濃い口油っぽく身入りです。おほー、これぞけんちゃんと言わんばかりのボリューミーな盛り付け。身も楽しみだぞってことで、いただきます。まずはスープを一口飲んでみると、ドヒュー、醤油と花椒がびっしりと効いた濃い口な醤油のキレで食わせるタイプ。油っぽくにしたので動物系の風味もしっかり感じられたり、煮干しの風味も出ていたりと、眠りさえ忘れて飲み明かしてしまう魅力があります。さあ、続いて麺をリフトすると、自家製のわしわし麺がこんにちは一気にすする。ボコーン、わしっとした食感がたまらない大迫力な食べ応え。スープもあっさりに見えてインパクトのある平井のけんちゃんのような味なので、小麦と醤油ってうまいなと思わせてくれるバッチリなバランスです。さて、いよいよこちらの身を絡ませてすすってみましょう。ふわちゃん、こちらは背脂ではなく腹の脂身を使用しているらしく、少し歯ごたえがあり、そして噛むと中からじゅわっと脂が溢れ出してくる。まさにステイゴールドなジューシーさです。てな感じで、肉質しっかり、味しみもバッチリの昔ながらのラーメンといえばこれだよなと思わせてくれるナイスなチャーシューも食らって、キレのある醤油にはやっぱり海苔の磯感でしょってことで、挟んですすったりもしていきます。といった感じで、臭みのない麺も食らって、全体の隙のなさを感じたら、終盤にけんちゃんパウダーならぬ七味を投入。元よりインパクトのあるラーメンでしたが、ピリッとパンチもプラスされ、最強への道待ったらしい。ラストまでけんちゃんラーメンを堪能して、本日も完食です。大変美味しくすれました。記憶にバッチリと残る隙のない一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、けんちゃんラーメンさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。さすがのけんちゃんラーメンといった感じでしたね。今回は濃い口油っぽく身入りという、ちょっと常連さんっぽい感じの注文の仕方をしてみました。表面に結構厚めの液体の油が浮いてたり、さらに醤油もバキンバキンに効いていて、あっさりなんですけど、かなりインパクトが抜群なスープで美味しかったです。麺は自家製のピロピロ麺で、結構コシがしっかりとしていて、さらにスープもよく絡んで美味しかったですね。そしてけんちゃんラーメンといえばやはり身ですよね。背脂ではなく腹の油を使っているらしくて、噛むとジュワッと油が染み出してきてジューシー、かつスープに厚みがプラスされて、すごくいいアクセントになってましたね。やっぱり山形に来たらけんちゃんラーメン外せないですね。またぜひ行きたいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、けんちゃんラーメン湯沢店さん、けんちゃん制覇待ったなしや、マジでしたい。個人的にすごく印象に残ってるお店だったので、